そう、俺の配色センスは間違ってない。中華風デザインも完璧。ただそれを表現する画力がないだけなんだ。今からそれを画力のあるリスナーたちに証明してもらう。いでよ、そしてリメイクせよ、我がリスナーたち。マジで？いや、なんで頼んだ俺が驚くねん。これを書いてくれたのはね、今僕のチャンネルでプチ話題のね、前回僕と苦肉を共にし、熱き戦いを繰り広げてくれた、間にきですね。まあ、昨日の敵は今日の味方チャイナとかって言うからね、まあ、いいんじゃないでしょうか。俺のあの、数珠のような耳飾りをね、ふざけるなと言わんばかりに書いてくれましたね。これ背景を暗くしたのはでかいな。あ、でチャイナ。なんかその、見てるこっちが今ビンタされたみたいな感じだね。ギャルゲーで別の女とデート行ったところをヒロインに見つかった次のシーンみたいになってんね。俺あのギャルゲーやったことないけど。そっか、中華風女子といえばこの胸元開けるの大事だったか。重要なところを見落としてしまった。なんだこの、どことなく俺感を残すな。嫌がらせなのか。さりげなくパンダを従者にすな。カタカナって不思議だね。あの、一本伸ばすだけで緊張感一気になくなるね。すごい、女の子が大抵この角度からドヤーってドヤ顔であの自慢してくるのは胸の大きさくらいなものなのに、この子そんな自慢する胸がない。が可愛いから許す。なんかすごい、俺がこの先頑張ったらこんな風になれますよっていうのを段階的に説明してくれてる気がする。あと何より訂正でここの胸を膨らませてくれたの一番でかいかもしれない。これめちゃくちゃ可愛かった。採用お願いします。むしろ俺を弟子に採用してほしいわ。なんかこの色の塗り方こういう子いそうじゃない。数珠のような耳飾りをここにつけてくれたのでかいね。確かにこのお団子のとこに装着すれば違和感ないな。すいません、ちょっと今あの音割れちゃいましたね。マイク興奮しすぎてちょっとマイクに近づきすぎちゃって、次から気をつけるようにします。これめちゃくちゃすげえ。コピックアナロジー中華風女子いいね。ハチマキさん、僕相互フォローなんで、書く前にね、DM で、この子にパーカー要素を足してリメイクして書いてもいいですかって言われて、あの、中華風女子のパーカーとかまるでイメージできなくて、とりあえず、いやいや、どうぞ、みたいなこと言ってたら、とんでもなくなってた。あの、すごくいい線が作ってもらったんですけど、あの、そこ、線入れるとこ、そこ間違ってますよ。あの、ソータンじゃなくて、ソタンです。いや、と思ったらさっきのやつ、オムーンやんけ。ちょっとあの、戦闘鏡にはしたくないな。あの、別にドラゴンボールとかバキに憧れて書いたわけじゃないんで、素晴らしい。何よりもここの肩からお尻にかけての見事なるエビ反りライン、これは逆レインボーブリッジと言っても過言ではない。画力ビフォーアフター。いや、この並び順じゃアフタービフォーか。分かったよ、大事なのは髪のサラサラ感だ。この人一本一本の髪がすごいサラサラしてるし細かい。俺のやつカニの足みたいになってる。以上これにて、俺にはデザインと配色センスはある。